カルママの仲間由良のこれは知ってる。はい、始めます。なんか声の張りが良くなりましたよね。うん、この前ね、ゴージャスさんとね、そうそう、ちょっと最近東海銀行いろいろな番組に出るようになって、はい、あの声の張り方っていうのを覚えましたね、はい、なんかコツつかんだって言ってましたよ。あ、本当は。そこまで言ってないじゃないですか。久しぶりのフリートークでしたね。はい、カットされるかもしれないそうそうそう、はい、はい、というわけで今回ご紹介するタイトルは何でしょうか。はい、ゲームロフトさんの、はい、ダーククエスト5。おお、来ましたね。はい、最新作がやっと出ます。お、近日リリース予定で、うんうん、はい、今回先行してプレイさせていただけるってことで。いいね、その動画で撮った、はい、メディアならではです。一般の方はできません。はいダーククエストといえばハック&スラッシュの、そうですね、ハクスラの代表作、うん、はい、そうですね、の一つですね、はいはいはい、もう5まで出てるってことすごいことだね、うん、シリーズもね。確かに、そうですね。もうやられたことあるんですか、過去のシリーズ。まあ、つまみ食い程度ね。つまみ食い程度ね、はい、4もちゃんと やりました。はいはいはい。大塚さんはどうですか。俺ビート版をすごくやってたんだよね。俺そもそもゲームのジャンルの中で一番好きなハックアンドスラッシュだからね。あ、そうなん、実はダントツ一番。あ、そうなんですね、うん、武器の収集とか装備の収集とか、あ、アイテム拾ってるだけで楽しかったり、はい、基本的に気持ちいいんだなって思って。じゃあ大塚さん、ここにハクスラ好きということで、はいはい、おお、はい、おお、これこれはあらかじめちょっと進めたバージョンなんですけど、うん、はい、これはアジト、アジト、本当にハクスラ好きですね。もうすぐ剣振りたい挙動とかすげえ。絶対ここ敵いないじゃないですかあ、ここは自分の拠点みたいな。あ、そうですね、拠点ですね。僕も初見なんでちょっと探り探りなんですけど、そうです、ここなんですか、ここなんですか、なんか、これ買い物、買い物だよ。あー、宝箱。あ、すげえ、すげえ、かっこいい、かっこいい、これちょっと一回大塚さんやってみましょうもう早速っすか、まあ、早速ちょっとやっちゃうか。なんか武器が出あ、武器防具も、あ、はいはいはい、あ、はあ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 、これがいいんですか。3以上ないと、はい、あ、じゃあこれ一回回すね。はい、回します。うわ、武器、剣がいいな。星いくつ出るか。ちょっと今待ちかかすぎですよ。星フェラン、星さん。じゃあ次ちょっと岩田さんで。なんか全然ゲームの勝負とかない最初、はい、とりあえず星さん、はい、でも星5があるの。はい、お、なんかあうわ、岩田のなんかあれだな、戦車な、これ格の違い、格の違いを見せつけるかな。メイロさん強いっすよね。うわ、めっちゃこすってる、ね、関係はありませんからね、こすっても。あ、だめだ、 A だ。ああ、多分 A 以上だともっといい、そうだね、モーションっていうか、そうだね、かかりますよね。なんで最初からガチャを引くんだよ。ここにいたんだね。はい、この拠点からもう冒険、そうだね、まず行っちゃいましょう。行ってみようか。じゃあ、あんなに剣振りたかったんですから、うん、はい、おー、じゃあ目を進んでるんですけどね、はいはいはい、初見なんで、じゃあ1から1から行きます。行ってみますか。うん、お、またハードグラフィックが綺麗だな。うん、綺麗ですね。ノーマル。あ、あ、武器が装備を選択できんだ。おお、かっこいい。双剣。さっき手に入れたやつも。へえ。双剣かっこいいですね。あれ防弾とかあるんだ。あ、かっこいい。片手に、あ、両手に防弾持ってるか。近接の時に、そうですね。多分このナイフ部分使う感じ。かっこいい。うん、はいはいはい、それも防寒しとけじゃないですか。いいねみたいな。これは、ん、魔法、あ、魔法、あ、魔法か。武器、防具、あ、でもちょっと待って、これ武器がもう一個ありますよ、ね、あ、それを切り替えられるのか、うん、あ、そうだ、今回ゲーム中に切り替えられる、書いてあった、ファミツアップに書いてあった、書いてあったよし、これを切り、そうですね、防寒防寒意味ないですからね。剣と防寒でいきました。あ、短筋かっこいい。これどっちが強いんだろう、こっちが強そうだ。確かに感覚で決めるっていうね。じゃあこれ鎧、
が鎧と武器が2つ。あ、そうだ、鎧見てみましょう。あ、そうか、鎧見られるか。お、わあ、いっぱいある。なんかかっこいいのがあるな。大塚さん、やっぱ、あ、なんかちょっと大塚さんっぽいやつが、クリードっぽい。一番星の多いこれにそっか。星で選ばないでくださいよ。星至上主義。いいんじゃないですか。でこれで攻撃いきますか。はい、行きましょう。仲間を選択。お、あ、あ、それはこれお供も連れて行けるって書いてあった。なるほど。あ、そうなんですね。うん、じゃあまあこの人で、ね。カドバーンっていないですか。タクシーでお願いしますでしょう。ますか、行きましょう。I can hear you. おお。シスターセレスティーナ。ここは日本語になるんですか。英語のまま。あの、ね、岩田さん突然話しかけたんですけど、ご紹介をちょっと入れといてください。このあの映ってないですけど、メーカーさんがあの来てらっしゃるので、僕らもわからないところあるから。普通に聞きます。あのすげえ滑らかで気持ちいいよね。そうなんですよ。確かその武器ボタンを長押しすると、うん、連続技です。おお、本当だ。最後の決めの。そしてこれですると、お、ガタ。おーか、おー、いい。すげえ。お、すげえ得意。二丁ボーガよし、これでいこう。これ二丁。これ弾数決まってないですよね。決まってないよな。あ、これクエストのお題がある。賞金首を探せ。地しぶきの演出、今見ました。見ました、うん、いや、じゃあリアクションしてください。見ましたじゃないんですか。すごいですね、しかもちゃんと消えたし。超楽しい。ちゃんと消えたし、別にそこいやスーって消えてたんで。うお、ちょっとハクスラなんですが、ちょっとそんな遠距離でちまちまやらないでくださいよ。それアイテムがね、流すと、あ、それであれなんですよ、連続技なんですよ。このアイテムがバンバン落ちるのがいいっすよね。死んでますね。おー、スーッと消えましたよ、今また。皆さんの様子はどうですか。あ、一応ストーリーみたいな。体調悪そうです。嫌な予感がします。いいね、いいね。お、なんか逃げていった。本当だ、本当だ。これ演出はもう、すごいっすよね。映画っぽいよ、ね、映画っぽい。こういうのはゲームロスしか作れないです。なるほど。あ、気持ちいい体験。やっぱ体験がいいですね、見てても。うん、仲間あるぞ、ケンスも。おい、なんか醍醐味した、ここ。そう、ボスっぽいね。ん、お、お、お、これがこのボスかなかった。いた、お、ボスボス。あ、なんか乗り移った。つった、つった。やばそう。やばい。乗り移ってますよ。まず何お父さん、ちょっとこうじゃあ、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 あいつ、あいつの乗り移らしちゃダメだった。あ、なるほど。おー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 、急いで引っ返せ。ここまで来たの。あ、これで、あ、これで、あ、とりあえず、あ、でもいい長さですね。そうだね。うん、気持ちいい。今、実質2、3本ぐらいですか。うん、そうだね、コンパクトにまとまってる。だから、おそらく自動ターゲッティングみたいなのが入ってるから、うん、すごい気楽にできるっていうか、うん、これはよくできてるな。うん、あの、今日開発用の端末をご用意していただいて、うんうん、次じゃあちょっと水っぽいとこ行ってみますか。先に、そう、うわ、難しそう。持ち物がいっぱい。僕拡大しちゃいます。即決ですね。それはメーカーさんの端末ですから、考えちゃってもいいです。違う武器使ってみよう。違う剣。あ、なにこれ。これ何？武器は全部で何種類あるんですか？武器は5種類っぽいですよ。ファミツアップに情報よりと。はいはいはい。杖は何？杖は何なんですかね。うん、詳細見てみよう。あれ、いいんじゃないですか、杖。うん。杖で行きますか。行ってみようぜ。杖、体験。あとランスみたいなのがありますね。どこ？右、一番右です。これランスじゃないですか、右のニューってやつ。あ、上のやつ。はい、違います。剣っぽいけど、グレーブ。うーん、でも
でもランスっぽいね。うん、ん、あ、なんか斧のアイコンになったっす。かっこいい。なんかいいね。もうそれで行ってみようぜ。行ってみますか。うん、杖どんな攻撃するんだろう。ね、うーん、さすがグローバル体験の、うん、ロベン参戦ポイント報酬。あ、イベントが開催されるんだ。ああ、リーグポイントですよ。へえ。すごい。おお。ちょ、最初のいいね。初めて行くからこういう。そうね。うん。厳しいんだ。おお、すごい。すげえなー。うおお。すごい。おお。雰囲気がいいね。すごいな。お、杖を持ってます。どうも杖、イエーイ、魔法か。あ、これ属性あるんだ。そうだ、闇だね、闇の杖、闇の杖ですよね。なんか杖なのにめっちゃ爽快感ありますね。かっこいい。お、すごい、最後のフィニッシュが三方向。あ、これ杖が一番強いな、絶対。これ武器2のあの謎のあれは何？杖が一番強い。武器2の装備。おおお、 あ、ランス、ランス、ランスね。あ、武器拾えた。おお、あ、武器とか拾えるの。お、すげえ、なんか三国志の剣士みたいな。どの武器もかっこいいの。かっこいいですね。うん、おお、近接だけど攻撃範囲が広そうだな、うん、あ、そうですね、うん、ランスいいですね。ランスいいかもしれない。これランス最強かもしれないですね。全部安いな。あ、なんか、いや、キャバイダメージ、なんかグラッとする、これやばいよ、これ蒸気が切れる。でも他に武器ボタン以外にもありますね。そう、使ってみてみますか。いや、なんか俺ガチでやろうかなと思ったら、ちょ、ガチで結構ダメージ食らってますよ、最近。いや、あのさ、ボス戦に取っとこうかなと思って。あ、なるほど、なるほど。進んでぜひ。あのね、右下のアイコンの魔法みたいなマーク2ってやったから2発しか打てない。あ、そうですよね。うん、何、なんかあっちでなんか決闘が始まってましたよ。うん、ちょっと、おー、なんかこれもボスじゃないですか。アイテム何かちょっと探したりしますよ。急がないんで。回復。あ、回復なんかないな。あ、これどうやって飛ぶんだあれ。あいつバカ、なんか。あ、なんかピョン、あ、あ、これだ。お、お、あ、あ、緊急回避。2が緊急回避ですね。あ、あ、はいはい、はい、それで回数が決まってて時間が。なるほど、なるほど。あー、だ、お、お、どう、どう。あ、ランスは囲まれたとき強そうだな。そうですね、蹴散らす。うん、これ攻撃力弱いのか。うん、いや、そんな感じもしないです。おー、おー、おー、これいいですね。コンボも繋がって、うんうん、かっこいい、かっこいい。いや、今ダメージ食らっただけだな。やり方もかっこいいじゃない。お、なんか動いてる、動いてる。演出がすごいな。すごいですね、うん、家庭のアクションゲームみたいな。もうちょっと考えないといけないんじゃないの、攻撃。そうだね、ただ振りました、ね、回避も待ちに行ったらないんですよ。知ってます。いやいや、知ってんならやってください。一応コーション2個持ってるからね。あ、本当だ、本当だ。前回なんだ。あ、しまった。なんか自分が向かう先でドラマが展開してるのがいい。そうですね、こういうやっぱストーリーが気になるのはやっぱこういう展開が分かりますね、うん、読ませるよね。そうだね。なんだあいつも燃えてる。魔法使ってんじゃない、うん、あ、さっき乗り移ったやつじゃないですか。あ、ほんとだ、ソブファント。お、お、ボスか、来た。あー、あら、あらずなよ。やったりするものか。日本語で言うか。英語で言う。あまりにもゲーム音量が小さすぎてよく聞こえないっていう。あ、終わったの。終わり。おう、ミッションクリア。いいっすなぁ、うん、レベルアップした。おう、
じゃあもう一つ。テンポいいなこれ。うんうん。いいや。じゃあなんでいいやな。っていうとさ。もう一個いきます。うん、じゃあ。あ、そっから行けんだ。あ、こっから行きますよ。え、なんですかね。そんな感じでいいよ。8、いきましょうか。8、行ってみてください。お、火山名。お、また火山や。最近の君のギルドの活躍には目を見張るものがある。ポルトネグロの活躍ですね。そうですね。ちょっと早いな、これ。そうだ、誰が新しい当事者の当てでもあるのか、代理の君主さん。私はバレンシア各地の、もう行きましょう。まあ、1回やったら多分ね、相当気になるのに、ね、よし、よし。これなんか難しそうですね。そうだね。ここは難しいですよ、なんか。8位ですよ。持ち物がいっぱい。僕は拡大してます。武器は、僕、双剣使いたいですけど、双剣なかったでしたっけ？いや、あったよ、あった。これですか？あ、あった、あった。来た、かっこいい、双剣。そう、装備できてる、それ。あ、できてない。え、ちょっと、装備、装備、はい、装備しました。装備しました。あれさ、ハンマーみたいなやつなのかな。あ、はいはい、お花みたいで。あ、これ、これですか。あ、違うか、槍か。装備してるんですよ。杖じゃないですか。アイコンが変わるから。あ、杖だね。杖か。だから、剣、双剣、うんうん、ボウガン、杖、うん、ランス、うん、あ、はいはいはい、ですよね。にっこりとなりました。じゃあ僕、そっか、剣、双剣、弓、ランス、杖か。ああ、そうですね。よし、これでいこう。はい。こう、でもちょっと今気づいたんですけど、うんうん、今火山みたいなところに僕完全に草系でいこうとしてますよ。ちょっと、あ、じゃあ水入れとけばいいじゃん。水入れた方がいい、うん、あ、よかった。よく気づいたね。騙されるとこだった、大塚さんとかに。こういうとこは小ずるいんだよね。いや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 、小ずるくないじゃないですか。なんか小ずるいっすね。せこいんだよね。生き方がせこい。そう。じゃあ、せいして。しょうがないからタクシー代お願いいたします。でしょうか。うん、はい。タクシー代お願いします。タクシー代お願いします。相当長く遊べそうだな、これ。ほら、来ました、来ました。わあ、もういかにもやばそう。うわあ、これもう、ラスボスいますよ、ここ。これ絶対ラスボスいますよ。やばい。なんか地形ダメージとか食らいそう。あー、ありそう、ね、タクシー代お願いいたします。お願いいたします。長い名前が。おお、はい、あー、いいね、気持ちいいね。それで双剣は手数押しって感じないですか。そうっすね、そうっすね。ほら、もう華麗に長押しして。ん、長押しました。あ、やっぱなんか攻撃範囲が一方ちょっと狭い感じですね、ダンスとに比べたら、うん、でもその手数をこの回避でカバーしていくんですよ、うん、でもこれコープモードができるから、はいはいはい、絶対面白いよ、はい、そうだね。武器2位にしてもいい。おー、出た、いかにも悪。どこら辺がシリコンの OK。もう目元見てください。アイシャドウ濃すぎでしょ。悪者しかこんなしませんよ。あ、ここなんかやばそう。あ、これ何これ飛ぶんでしょ。ほら、パズル、パズル。とりあえず足場があるところに行け。行け行け行け、早く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 。なるほどなるほど。ちょーちょっとちょっと、早く早く早く、ちょっと、おー、まあ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 、ちょっと、あぶない、はいはいはい、よしよしよし。こんな仕掛けまであるんですね。あ、お、お、どっちどっちどっち行くの。下下下降りる、下降りる。お、いいね。あ、危ない危ない危ない。え、あ、そこに行くんだ。あ、おしおしおし、うまいうまい。え、もっとあっち行かないといけないんじゃないの。ここじゃないじゃん。ちょ食らうな。え、たくさん、あ、当たった。あー、あー、見るからにやばい。あー、あー、あ、じゃあ、なってればよかった。なんなんだよ、これだこれだじゃねえよ。ここ、ここ、ここ合ってますかね。合ってますよ、うん、おー、これいけるね。おー、きたー。あ、代行しますか、代行しますか。
よし武器からあめっちゃダメージ食らう。あ、超やべえじゃん。あ、ポーションポーションポーション。あ、まだいい。まだ大丈夫。水の。あ、ほら。ね、表示も、ね、表示もでかくないですか。タクシーでお願いします。非属性じゃないですか。選ぶときは。ほら、これ非属性ですよ。本当だ。ボーボー燃えてます。選ぶ。あれ、そこも注意して。倒したの？倒しましたよ。あ、誰これ？誰この子？これどうすればいいんだ？どっかに道があるんじゃないか、うん、あそこほら開いた開いた決断力を試す。これもしかしたら悪者じゃないかもしれないさっき散々ですから、ね、やばいやばい、うん、なんでこうなのか、この難しい、うん、あ、開いた開いた開いた、ちょっとせかさないでくださいよ。だー時間じゃない、火が逃げる方に行って食らいまくってる。何これ、そう早くって言ってます。あ、逆に何があったの、でも矢印右上なんですよ。いいんだよ、遠回りなんだよこういうのは大体。あポーション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 一回飲んどけ、いけ、そこだ、ポーションポーションポーション一回飲んどけっつうの、ポーションイエーイ。はい、待って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 、あ、びっくりマークよ、びっくりマーク、おーやおー、いいねいいねいいね、なんでいちいち動いた方から逃げちゃうビビクルすぎたね。これ敵なんだ、これ誰だ、これ誰だ、なんだこれ、敵じゃないんだ。最後の試練、この試練難しい。お、ボス、ここのボスじゃないですか、これ。あえ、でもやっぱめっちゃ食らいますよ。ボスマーク出てなんかほらめっちゃ食らい、あの近接でちょっと戦って終わっていいですか。もう倒した、見えない見えない。あ、お、今え倒した、倒しました、おーすげえ、あ倒した倒した、最後の試練をクリアと。ほとんど見えなかった。チキンに、これはチキンです、チキンプレイ、いいですよ。ね、皆さんやってね。こういうのね。あ、アーマー入ったよ。うんうん、アーマー手に入る。あ、こういうふうにも入ってくるんだ。ドロップするんだ。うん、あ、それで合成していくわけだ。はいはいはい。うん、というわけで、うん、いかがでしたでしょうか。いや、とてもいいと思います。そうですね。はい。しかもね、これメタルを使って開発されてるらしくてさ。はい。iPhone の、うん、そう6ぐらいからの。そう。6ぐらいからね。6からなんかゲームエンジンみたいな。そうそう、メタルって言ったらいいクオリティが高いゲームって思っていいぐらい、うん、そう。あとね、これモバみたいなね、うん、はい、自分のアジトを作 れ,、うん、ね、作れるんでしたっけ。アジト、もう説明します。ああ、うん、え、知ってんの、アジトボタン。いや、さっき聞いたの、ここの右上のアジトボタンを押すと、はい、自分のアジトがプレイヤーそれぞれにあって、うん、はい、ここになんかこのようにお金とかを時間経過してやって、うん、はい、このミニオンっていう敵をこうやって配置するんですよね、はいはいはい、多分これで配置できないですけど。ボタンちゃんとしなきゃいけない。あ、できました。 下のとこだ。あ、そうですよ。これで知ったかどうか言ったぞ。それであれなんでしょ、そう、他のプレイヤーが攻めてくるんでしょ、ここ、これを攻めてくるんです。攻めてきて、そのさっき言ったお金とか、うん、はいはいはい、まああの資源みたいなのを奪っていく、うん、モードもあると。おお、ほうほう、ってことは逆に自分も攻められるってこと、自分も攻めて奪うこともできる。発された。おお、あ、じゃあいつ来るか分かんないんだ。分かんない、分かんないですよね。声出して大丈夫ですよ。独身っすね。大丈夫です。へえ、あ、いいねいいねいいね、うん、これちょっと深そうだな、うん、これこういう、ただあのクエストクリア、え、バトルって押してみて、ちょっとバトル、あ、え、これでいけんじゃね。ああ、そうか、これで攻めていけるんだ。そうだ、うん、明らかに強そうな人がさ、あ、でも襲撃報告とか、あ、これリールやられたやつ、自分が攻められたやつ、襲撃相手だから行くんじゃないですか、うん、これから。じゃあスタート行ってみてよ。これよ、
弱そうなやついいですよ、うんうん、しかもちゃんとトロフィーで猿は腐っても猿なんだよ、さんかすごい、なんかこって名前の人が多いですね、うん、これが闘技場みたい、殴り込みしてる猿さんのアジト。へぇー、あ、それ奪うんだ自分で操作するのか。あ、自分で操作してやるんだ。あ、いいね、いいね、面白いね、これは超面白い、これ。へぇだから、あのミニオンをゲットしていくのも結構重要なのかもしれないですね。そうだね、ミニオンをゲットしてそうだね、道具だけじゃなくて、うん、あ、面白いね、これ新しいな。アクションで本当に奪うって感じですよね、うん、奥にあるの、なんか奥にあるの、つまり強盗ってことだよね、これ強盗です。そう、強盗だ。ここにあるんだよね、これ。お、なにこれ。あ、ボス本人。あ、相手プレイヤー。あれ、今来週も見ろよのか。あ、これ属性合ってんじゃねえの、これ。合ってんじゃないの、これ、うん、なんか強いぞ。やばい、サルさん、やべ、ミスしちゃう。でもだいぶ削ってんぜ、うん、強い強い。魔法使えないよ。あ、そうだ、魔法。あ、魔法。そう、ちょちょ、真っ暗だよ。あ、かっこいい。もう一個、もう一個、もう一個の方、もう一個の方。おおおおおおブーメラタイ、ちょ、やられんぞ。ちょっと、ま、ちょ、え、こんなんあるの。ピヨッタ、連続攻撃食らうとピヨるんだな。いいね、いいね、もうちょい、もうちょい。あ、ピヨってる、ピヨってる。どっちを応援してるよし、お、いった。あ、出てきた。あ、で、宝箱出てきた。あ、これは、これ、これ白熱しますよね。面白い、面白いね。ご賞金だ、襲撃成功。お、相当取れんじゃん、これは。面白い、これは白熱しますよね。これ取られちゃってるでしょ、あっち。向こう取られちゃってる。うわ、これは許しがたい。許しがたい。というか、はい。なるほど、新しいの、新しい。面白い。はい。はい、非常に面白かったです、はい、で、配信時期はいつごろでしょう。キンキンということで、キンキンということで、はい、皆さん配信されましたら、はい、ダウンロードしてプレイしてみてください。フリートプレイ、フリートプレイ、マジか、まさか、まさか、このクオリティが、はい、今回はダッグクエスト5をご紹介しました、はい、皆さん、ファミツアップのチャンネル登録はお済みでしょうか。もしチャンネル登録をしていない方は、スマホで見ている方は動画の下から、 PC で見ている方は動画の右上から登録ボタンでチャンネル登録をお願いいたします。してください。お願いします。新作をどんどん紹介していきます。はい、はい、というわけで次回もこれ知ってる？メラ、バイバイ。